関義弘は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、自由民主党内閣、第二部会長。経済産業副大臣、環境副大臣、経済産業大臣政務官を歴任。徳島県立上の内高等学校を卒業後、関西学院大学経済学部に進学。在学中は、金融政策や銀行論などを専門とする。 川口新人のゼミで学ぶ。卒業後は、住友銀行に就職。2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で、兵庫3区から出馬、民主党の土井隆一を破り初当選。2008年2月7日、町村派に入会。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙に、 自民党から出馬。公明党の推薦も受けたが辞典。2011年10月、英国国立ウェールズ大学大学院、経営学修士プログラムユニバーシティオブウェールズ、入学。2012年12月16日の、第46回衆議院議員総選挙で自民党から出馬しに選。2013年1月、自民党副幹事長に就任。2014年9月、 経済産業大臣政務官に就任。同年12月14日の第47回衆議院議員総選挙で自民党から出馬し参戦。2015年11月、英国国立ウェールズ大学大学院、経営学習士ユニバーシティオブ・ウェールズ、MBA 取得。2016年8月、環境副大臣に就任。2017年10月22日の 第48回衆議院議員総選挙で自民党から出馬し4選。2018年10月、経済産業副大臣に就任。2019年9月、自民党内閣、第2部会長、デフレ脱却、マイナンバー、規制改革、地方創生、地方文献、行閣、人事院、人事などに関する政策に就任。2021年10月31日、 第49回衆議院議員総選挙でご視ありがとうございます。